どうもこんにちは、岩井です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日は4月13日水曜日ということで、今日からね17日日曜日まで写真展を行っております。ご説明させていただきますと、ライカユーザー4人によるグループ展、ライカに恋して、まさに今日、今ですね、開催中でございます。ぜひ皆様のご来場をお待ちしております。でそれにあたってですね、この期間中は僕の方では毎日配信というのをやってみようかと思っております。まあできない日があるかもしれませんけどもね、できるだけこの期間中は毎日配信していきます。19時に配信です。ぜひね動画の方楽しみに待っていていただきたいと思っております。まずざっくりと写真展のご案内をさせていただきたいんですが、ライカユーザー4人によるグループ展、ライカに恋して、ジャパンクリエイティブアーツギャラリーというところでやらせていただいております。東京都中央区日本橋茅場町3丁目 N1 ビル地下1階ということで、東京メトロ茅場駅一番出口から徒歩2分ということなんでね、ぜひ、皆様ねお待ちしております。で、まあ、毎日配信ということで、まあなんとかね、テーマを決めてねやろうかと思っておりますが、もうすでにツイッターの方で来たよっていうね、こうツイートを見かけますけどもね、これが何よりね僕のこの動画のネタになりますので、ぜひツイートしてください。なんでかっていうと、僕今名古屋なんですね。僕が行けるのが16、17土日ですね。最終日とその最終日の前日に僕は行けるんですけども、その間ねちょっと東京の方には行けないので、こういった形で配信という形で参加させていただこうかと思っております。なんか不思議な感覚なんですよね。自分より先にご来場される皆様の方が見るのが早いっていうね、なんかちょっと不思議な感覚ではあるんですけども、毎日配信を行ってまいります。今日なんですけども、カメラの話をしようかなと思っております。まず僕は全てこのライカ M10P というカメラで撮影しました。 M10P ですね。そしてレンズがズミルックス 50mmF1.4 という、レンズで撮影しております。で参加メンバーのみんながですね、ご説明させていただくと、まず写真家の村田雄平さんは、おそらく全てモノクロ写真が展示されてると思うんですよ。僕まだ行けてないので知らないんですよね、どういった作品が出てるのか。村田さんは、M10 モノクロームっていうね、このこれ M10P ですけど、これ真っ黒でズミルックスをつけて撮られている、この M10 モノクロームっていうカメラなんですけども、モノクロ機なんですよ。モノクロ専用機ということで、面白いですね。非常にマニュアル、全部オートフォーカスありません。手ブレ補正なんかもありませんね。動画ももちろん撮れないっていうのが M 型ライカなんですけど、さらに白黒しか撮れないという M10 モノクロ、こちらの描写がですね、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。それとアンディさんがおそらくライカ Q2 で撮られた写真がメインになるとは聞いております。彼は SL2S も持ってるんですよね。その SL2S のお写真があるのかどうかちょっとまだ分かりませんけど、Q2 メインのねカラー写真になると思います。そしてケイコさんがフィルムライカで撮られているということで、バースイヤーライカ、
自分の生まれ年の M4 というフィルムカメラを使って展示されているということなんですけども、ぜひ皆様お楽しみいただきたいと思います。そして写真展にまつわるお話なんですけど、これライカマガジン、ライカスタイルマガジン、これライカから定期的に送られてくる小冊子なんですけども、こちらがですねライカストアの方で、写真展を行われている写真家の皆さんの紹介冊子になるんですけども、これが面白くって、これ一応お伝えしておきますが、ライカストアに行くとねこれ無料でいただけますので、非常にね勉強になりますね。実際にライカストアの方で写真展を行われている作品に対して、写真家の皆さんが語っているわけなんですけども、面白いのがはいこれ34号落合陽一さんですね。彼は、まあ、ライカのヘビーユーザーでもあるんですけどもね、ノクティルクスというレンズを使って撮っているんですけど、まあ素晴らしいですね。非常に参考になりますね。何が言いたいかっていうと、こう僕は写真が上手になりたい、うまくなりたいわけですよね。一番の近道は人の写真を見ることだと思っていて、なのでこういった写真展に足を運ぶのもいいですし、写真集を見るのもいいですし、例えば、インスタグラムでね皆さんの写真を拝見するのもすごく勉強になっております。なんでね、まあなんとかね、まあ、今回写真展やらせていただいておりますがね、どん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 こう自分をクリエイティブに向上させていきたいなと思っております。はい、皆様ぜひですねお越しいただけたらなと思うんですけど、もうすでにツイッターの方ではざわざわしております。ちょっと見てみましょうかね。ツイッター、はいはい、もうすでに来られているようですね。ありがとうございます。本日4月13日初日、来ていただいておりますね。 ありがとうございます。はい、もう何人か来てくださってますね。今ねちょうどこの動画を収録しているのが12時33分です。12時33分の時点でご来場いただいております。ありがとうございます。このね動画が配信されるのが19時なので、毎日19時なので皆様のツイートだけが頼りということで、ぜひよろしくお願いいたします。はいはい、4月13日から17日まで毎日配信19時から行いますので、ぜひ遊びに来てください。4月13日ライカに恋して初日、ご来場くださった皆様ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。今日の動画はこの辺にしたいと思います。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは明日またお会いしましょう。さようなら。